はい、じゃあ今回は、はい、中学受験チーフですからね、はい、千葉先生は、うん、まあなんてだってね、あの僕らね、ここ2年3年でね、ずっとね一緒にね中学受験のチーフでね、だいぶこの2、3年は中学受験、まずはちょっと、まあ、自分の中学受験してる、はい、いや僕はあの一応中学受験勉強はしてたんですけれども、うん、ちょっとまたその別枠で僕あの中学に入ったので、あ、そうなんだね。受験自体は体験してるんですけど、そのそれの受験による合格の喜びっていうのは僕は違ってます。あ、なるほどなるほど。でまあ僕はまあ渋谷幕張中だったから中学受験やってるんだけど、はい、まあやっぱり自分の中学受験の時を思い出すと、まあ父親と母親がよくやってくれたなとは思うんだよね。やっぱり中学受験ね、お父さんお母さんの力ってすごい大きいよね、はい、そうですね。どうしてもやっぱり小学生の間だと塾を調べるにしても、模試を調べるにしても、過去を調べるにしても、なかなかできないところが多いので。そうだよね。まあうちとかはやっぱり、まあ、父も母もね、あのすごいね、まあ、僕のために今準備をしてくれて、まあ家帰ってもね、宿題の整理であったりとか、あとは分からないとこ教えてくれたりとかしてくれたから、まあそういうのも甲斐あってというかね、まあ、正直なところあんまり自分的にはね、まあ、小6だからね、今遊びたい盛りだからね、はい、まあなかなか中学受験に身が入ってたかって言われるとそうでもないんだけど、かなり喧嘩はしました。そうだよね。で結局僕は麻布中第一志望だったんだけど、麻布中に落ちて、まあ結果渋谷幕張に、まあもともと千葉が出身だったからね、はい、まあ、結果的にはまあ通学も近くて良かったのかなと思ってるんですけど、まあ千葉大学部にもねその後入ってるから、まあ別にね、あの麻布じゃなくてもあのちゃんとね大学国立行けたから良かったなと思ってるんだけど、うん、まあやっぱりその時の麻布に落ちたっていう経験は、まあ真面目にねあんまりやってなかったんだけど、内心ちょっとね、やっぱ悔しかったんだよね、うん、だから、まあ、僕の同級生でも、はい、海星に落ちて、巣鴨に行って、うん、で、要はその海星に落ちたっていうことを、はい、その悔しさをね、はい、バネに、要は海星の連中に絶対負けないっていう、うん、まあ、気持ちでね、6年間過ごして、同学年の中ではね、模試で全国常に行き、はい、で、それで東大理さんに受かったっていう同級生がいたんだけど、そうだから逆にその中学受験の時の失敗を、はい、要はバネに、まあ、大学受験につなげるっていうこともできなくはないわけだよね。そうですね。その大学受験と違って中学受験で、まあ、ちょっと少し失敗しても、そこからこの6年間でまた盛り上げて、あの大学受験で逆転するっていうことも可能ですか、ね、うん、だから全然ね6年間って長いスパンだから、はい、まあ、言うなればいくらでもね、要は巻き返すことはできるわけだよね。だからそこっていうのは、まあ、結局じゃあ中学受験っていうのは浪人できないものだから、はい、もう絶対ね、要は小6の1回しか受けれない。だからそこでね、必ずしも勝たなきゃいけないわけではなくて、はい、その後につながるようなね、要は中学受験の勉強をしていかなきゃいけないと思うよね。